はい、引き続きですね、これなんて読むんだろう、なんちゃらわ制作、はい、進めていきたいと思います。大名録コンプリート目指して、越後上杉家の信用を60にする、上田長尾家の信用を100にする。なるほど。じゃあ外交で工作、どこだ、あ、上田長尾家任命春影さん、お、信用上昇結構いいじゃん。もう一個の長尾家はどこだ、どこで見れるんだったっけな。あ、ここだ。上田と越後上杉家か。外交。越後上杉家ってどこよ。どこ。ここ武田家だもんな。ちょっと待って、どこ、マジでどこ。こんなとこにもなんちゃら上杉家があるのか。マジでどこだよ。ここは確か本願寺だっけ。あ、畠山家か。え、マジどこ。ここじゃない。ここ上は？ちょ、マジでどこがわからん。ちょっと待って、越後上杉家どこにあるん。そんな、ここはもう北条家だもんな。本当にわからないんですけど。ここは違うもんな。は？
そんなんどこにあるん？上田ゆすぎ家はあるけど。同盟国越後上杉家の敵である。越後上杉家どこよ。断絶状態になってるってことか。あ、じゃあもう贈り物するしかないわ。あ、そういうことか。断絶だから何もできないんだ。これ断絶状態どうにかするしかないな。朝廷に頼むしかないか。やっと越後上杉家が関心になってくれた。これで工作ができる。飛び加藤に頑張ってもらおう。そして贈り物もしとこう。馬。そんで上田上杉家も41なんで、もうちょっとで。お、関心に上がった。企んでおる。まさにその通りです。さらに贈り物。これで上田上杉家が60になるはずだ。企んでます。59で止まった。ここはもう待つしかないな。上田上杉家だよな。俺間違ってた。あ、100か。じゃあまだだな。これはちょっと待たないといけない。よし、これでもうだいぶ上がってきたぞ。長かった。越後が60になるな。よし、信用60になった。長尾為景の傀儡である。めっちゃ心の声が聞こえる。よし、来月には100になるな。
よっしゃ、100にした。こっちも企んでる系かな。戦闘員で聞いたことあるな。ああ、そうか、剣心の姉として出てくるってことか。いいこと言うな、さすがお姉ちゃん。婚姻同盟、戦国の世の名折れだな。よっしゃー、なんちゃら和政策達成。これで大名力の2つ目がクリアできた。次はシナリオを変えないといけないんだよな。外交術を取得。はい、ということでようやく、はい、大名力2つクリアすることができました。次も、はい、頑張って上杉家の大名力コンプリートのために頑張っていきたいと思います。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。